皆様こんばんは、キンゴニです。第2508回東京都宝くじ、幸運の女神くじを買いましたので、今開封していきたいと思います。1枚200円です。抽選が7月15日なんですけど、今8月なんですけども、今見ていきたいと思います。1等が2000万円です。確率的におそらくなんですけども、150万分の1です。で、当たったのが、02組の121574です。当たった方、おめでとうございます。で、今回、その、女神の微笑み賞っていうのがあるみたいですね。3万円かける450枚あるそうです。それが5593と0952と1550らしいです。よし、見ていこう。今回バラで10枚買いました。ちょっとね、いつ買ったか覚えてないんだけど、ごめんなさい。さあ、開けていきましょう。いや、マジで言うけどね、これどこで買ったかも覚えてないや。そもそも買ってたことが奇跡みたいな感じなんだけど、だいぶ前に買いました。こちらです。なんかこの幸運の女神っていう、この彼女らは選ばれたんでしょうかね、それともなんかどうやって選んだのか知らないですけど、微笑んでおりますけども、さて、その微笑み賞か、もしくは1等がもらえるでしょうか、見てみましょう。05区の197461です。あ、ちなみに5等、マットが200円の6ですね。6見とこう。あと、あ、これ19合ってるんですけども、74なので違いますね。今回微笑み賞があるので、ちょっとよく見ていかないといけないですね。02組が1等だということです。それだけ覚えておけばいいか。次、01組の1845090 4590、次、12組の171719です。ないかな。次、08組の168748です。45は、4等なんですけど、487で違う。残念。次、04組の155877、ないかな。77、次、05組の142006、あ、6なので、マット、まあ、5枚買ったらね、マットの5等は必ず200円戻ってくるっていう感じなんですけども、5等です、これが。次、11組の139035、ないかな。次です。07組の126164、12が実質これなので、1等は残念ながらかな。分かっちゃうのが少し悲しい。次、03組の113293、93合ってるんだけどね、5593ではないの、ね、違うかな。じゃあラストです。14組の100322、なるほど、今回はこんな感じです。まあそんなにね、バンバン当たりはしないとは思うんですけども、今回は、5等なんですけど、だけです。
まあ、実質、あたりはゼロということです。皆さんはどうだったでしょうか。ちょっとね、ごめんね、だいぶ遅くなりましたよね。いや、俺も遅いなと思ってたんだけどね。まあ、いろいろ人生ありますよ。いつかは、宝くじを微笑んでくれるんじゃないでしょうか。また次回の、動画をお楽しみください。キヨニでした。バイバイ。